を消すためにはその嘆きを聞き受け止め発散させる必要がある。つまりは文句を聞いた後にバトルして成仏させる。うん、実に簡単ですね。そういうわけで頑張ってくださいピノキオさん。え、ドロシーさんは？私はハルカさんにドリランドのことをもっと教えてもらいたいのでパスです。ふう、ひどい。うなだれるピノキオの背中を疑心と暗鬼が勢いよく叩いた。大丈夫、今回は我々も協力します。文句を聞くのは任せてください。大先輩のためなら一肌脱ぎます。このシステム、他でも見たことあるような。今までサラダエというやつですね。売上目標がきつすぎるよ。 KPI やら KPI やら大変ですよね。このタイミングで仕様変更何回目。ディレクターを選びましょう。コラボコラボコラボばっかり。これ何のゲームだっけ。聞いてるだけで心が痛くなってきました。少しは真相に近づけたかな。ピノキオたちが嘆きを聞いてあげるせいか、気づけば周りは音量だらけになっていた。ソシャゲ黎明期の音量のはずなのに、なんだか僕たちの話を聞いているような気がしてきたよ。今も昔もソシャゲの闇は変わらないということでしょう。うんざりし始めたピノキオたちのもとに、ハルカとの交流で好奇心を満たしたドロシーがやってくる。お疲れ様です。頑張っている皆さんにいい知らせと悪い知らせがあります。え、ちなみに悪い知らせって。怯えるピノキオにドロシーは答えた。音量たちが合体を始めました。